今日はイルカランドってとこに来ております。あ、なんか音がする。なんだ、待って、なんだあそこ、あれあれ、あ、なにこれ。カマキン TV 直したー。236カマンゴー、カマンシックリブッカシチオブーブー、カマキン TV、 カマキン TV、 ありがとうございます。本当にもう、しかもさ、雷がすごい、雷やばいっすね。やばい、これマジでやばいっすね。雷で帰ってくるわ。雷が落ちるってマジで。雨もできたし、もう何のオープニングこれ。何しようマジで。変な目で見られるしよ。じゃあ帰ってきてください。すいません。はい。アマキン TV。はい。今日はですね、鹿児島県と宮崎県の境にあるですね、志布志湾大国イルカランドに来ています。いい撮影日だねこれね。見て、かわいいかわいい。もういいんじゃないっけ。今日さ、夏休みの前だからさ、やっぱこういうイルカランドってこう、テーマパークが地元にあるんですけど、ぶっちゃけ何回か来てるんだけど、イルカと遊びたいなと。カメラマンにさ、オープニング指示されるんだけど、走らされたって。本当に雷落ちると思ったもんね。 やばかったっすね。あそこめっちゃ落ちそうっすね。あれ落ちたらね、バズるんだろうけどね。バズりそうですね。これ何ペンギンでしょうか。雷ペンギンって名前か。かわいいねペンギンね。なんであいつとか外向いてんだろう。やっぱり GPS つけてるみんな腕に。あと、うん、あと帰ってくるよ。めっちゃなんか気持ちよそうにしてる、これ。まあ今日どうでもいい感じ。マジで。アマキン TV。イルカランドの案内をちょっとしたいと思います。はい、ここ竜宮の館。うんうん。カメがいるみたいですね。餌をあげましょう。200円、餌200円。いやー。はい。カメの餌って何でしょう。じゃん。はい、あーすごい嫌なあんだな。ほら、ういおー、猫舐めないで噛めよとか言って。ごめんごめんごめん。結構でかいっすね。でかいよ。食べろ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 。気づかない。来た、気づいた。あー、ごめんなさい。あー、惜しかった。遅いっすね、動きが。カメって動き遅いっすね。じゃーん、完食。
イルカランドね、あの、あれ、カギ小屋があるんですって。泳いでるやつをそのまま焼いて、うん、食べさせてくれるという。伊勢エビ、ウインナー、ホタテ、アワビ、貝、サザエ。これ今から焼いてもらいたいと思います。お海鮮盛りください。ちょっと嫌いですね。なんで、セールスポイントは。すごいね。一番何が出ますか。一番やっぱ牡蠣ですね。牡蠣、はい、うん、安いね、三十万円って。安いんですか。なんか高いっていう人もおれば安い。撮影中超お得って書いてある。まあね、よその人は多分安いと思うわ。地元は取れるもんね、そこでね、取ろうと思えば、うん、とまあこういう裏側ですね。これ新鮮なの。新鮮ですよ、生きてますね。生きてるやつを焼くみたいですね。こうやってもらったって届いたことある。すげー。一番何やつけですか、多分海鮮の。ホタテ。ホタテ、はい、牡蠣がおすすめだけど、ホタテが好きなんです。これが牡蠣でしょ。これがサザエ、ハマグリ、ホタテ。今からちょっとね、ちょっと初体験、イルカと触れ合いたいと思いますけど、絵になるかどうかは分かりません。まず、カツラを取れって言われた。異物がっていうから、今日は酢甘菌でいきたいと思います。怖いね、溺れないかな。怖がって力が入ると、身長が大きいので、はい、イルカもそれだけ力を感じると思うので、優しく持ってあげる。軽く持つわけね。はい、持つというかもう支えるぐらいで、まあ、グーって力に任せて2周。まさか潜らないよね。潜らないと嫌がらなければ。嫌がるときはここまで行くかもしれないですけど、やば、そんな手がなければ大丈夫ですね。勘弁してくれ。見とけよ。取り逃しがないように。取り逃しないように。まだ握手からいきますね。イルカはイルカですね。じゃあ握手からいきますね。腰ちょっと上げてもらって、はい、頭の上で山つけてください。怖いんだけど。いいですか。どうぞ。パッと、はい、で、そこ側から胸びれです。そこです。ポン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 。いいですね。すげー。そのままそのまま。オッケー、バッチリです。すごい。はい、オッケー。じゃあ、今度ほっぺキス。ほっぺキス。あんまされたくないんだけど。はい、お尻上げて。はい、カメラ置きます。はい、ほっぺたを自分で一回ポンと触ってください。はい、では、キス。今してますよ。逃げないで。そのままいい感じです。4人痛いかね。はい、そのまま。オッケー。もう下に。もういいよ。オッケー。いいです。ありがとうございます。Thank you. 初めてカツラが蒸れてるわよ。レベルが高いよ、これ。見て、この荒波を。誰もいない。写真のいる。海に飛び込む気持ち。怖い。一緒に帰りたい。夏休みはぜひイルカランドへ。お願いします。ここにお尻をついて、足はもうちょっと出しても大丈夫。頑張れないよね。はい、じゃあ水の中入ります。はい、
私も夢さん待ってますので手伸ばしてください。1,2,5 さあ、OK、 はい、ではバリーバリーバハハ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 ハ。ちょっと溶かした。さっきよりも慣れました。慣れたけど急な動きでしたぞ。あ、なるほどね。事件が起きたから。ちょっと俺、本当シャチに食われると思ったよ。緊張してるのがイルカに伝わるんだろうね。楽しいよ、送りますから。どうですか、触った感触は。うん、ナスビみたい。さっきさ、早く泳いでって言われたよ。怖いってよ。早く泳いで。遊ぼうってこういたずらするかもしれない。マジで。あるのあるの。足引っ張ったりとか、うん、やめてって。あー、いいね。感動した。じゃあ上がりましょう。ありがとう。こっちの方から楽しみます。イルカランドでは夏休みイルカのオリンピック開催します。平日にはスプラッシュも行いますので、ぜひイルカランドに遊びに来てください。アマキン TV、 今日の疲れを取りたいと思います。可愛かったね、イルカね。じゃあ、お疲れ様です。雷がすごいね。じゃあ、アサリから。違うぞ。ん、ハマグリやった。ハマグリ、アサリじゃない。ハマグリいきます。うん、ニョキ。塩は効いてる。うん、うん、塩は。続きまして、でかいっすね、ホタテ。いいよね。うん、北海道はやっぱ感じますね。
結構イルカランドで食べる海鮮がやっぱり海を見ながら雷の音を聞きながら大雨を見ながら食べるのはやっぱり感動するね。よくわからないですよね。視聴者の皆様、海鮮好きですか？僕は普通です。うん。うん。広島な感じ。鹿児島なのに。鹿児島じゃないですか？広島な感じがする。まあ、昨日聞いたこと今日言えない。もう疲れました。イルカさんと戯れで緊張してた。怖い恥ずかしいね。いつもね、ポニーをポニーの餌やりが好きで、今日ポニー休めたんじゃない？おるいたおって、そう、でもガチョウとか放し飼いにするやつは土日だけですよね。ああ、なるほど。初めて平日来たね。また夏休み来ないとね。ね、何歳ですか？3歳。この間4歳になったの。アマキン見るね。かわいいよ。またね、バイバイ。緊張してるようでした。どうでしたか？めっちゃ楽しかったですね。もうぜひですね、はい、特に子供の皆さん、生きてる間一回ですね、イルカと戯れて泳ぐのも、いいのでないでしょうか。喋、れないし、イルカ言葉怖かった最初は。でも1回目2回目3回目でやっぱりこう慣れてくれば、すごくこう心が通じ合った感じがしました。なるほど。いっぱい遊んでますね。2発目やばかったから、まあ、来ましたよ。おー、マリン俺のマリン。ちょっとね、今日キスしたからね、はい、アイスとね、夏休み、イルカランドに遊びに来てください、はい、吐いたと、お腹が